で、それは5月の上旬ぐらいに咲くんですね。でこれ7の八重桜という種類なんです。一番古い、もうずっとそれこそ奈良の時代にあった桜だと、だそうで、園芸種でね、奈良の八重桜って言って、あのだから5月の上旬から中旬にしか咲かない桜なんですね。ひょっとして古の奈良の都の八重桜の桜かしらと思う、勝手に私は思ってるんですけど、らしいですけれど、私最短見たことないので、もうあのその時期に、はい、でこれはですね、あのこれ河内桜、皆さんよく